さて、なんかおしゃれなパンケーキじゃなくてこっちね、テンスタンで食べてきましたよ。いややっぱいいですね。いや天理駅ですぐに折り返して雇った時からずっとテンスタン頭の中で、ね、こう心の中に引っかかってたんですけど、よかった食えて、うん。さあ、やっとる間にもう6時半ですからね、言うて1時間近く中でブラブラしてましたね。さあ、こっから先はどうしようか、うん、とりあえず西大寺前に出て、特急が早いか急行が早いか、そのあたりでちょっと判断してみましょう。これだ、いくらなんでもめちゃくちゃに使いましたね。とりあえず北の乗り合い39分2番線乗り場、39分、もう4本あるか。次に来る特急に乗るとこなんですけど、結局石破川町で乗り換えないといけませんからね。それ考えると結局その後から来る急行に、結局そこから乗る形になってしまうんで、とりあえず普通列車行けるとこまで行って、まあ、途中で多分接続になって急行行った方が早くなるのかなとは思いますけど、うん、よいしょ。とりあえずね、江戸橋までね、普通電車で来て、こっからどうなのかな、急行で行った方が早いのかな、まだ結構時間あるんですよね。15分あるんです、20分近くあるでしょ。で、四日市行きの普通電車が先に来るんですよね。13分こっちの方が早いですけど、こっからやったらどっちの方が先にくっつくんかな、微妙ですよね。白子にはこっちが先に行くって出たから、白子に先に行くかな、ね、多分案内出ると思うんですけどね、うん。白子出てないな。
今からパッと調べましょうか。やっぱりどうやらやっぱ早いみたいですね。ちょっと待って、見送ってこっちで行きましょう。48分の間に合わないんだ。うん、ちょっと若松まで来ましたよ。もうこのままね、向かい側にね、平田町に来てますからね。僕別にもうつい最近乗ったばっかしですから、何も物珍しいことなんもないんですけどね。まあ行方もお昼取る時に発車しちゃいますんでね。平田町行ったらそこ高山ですからね。5分ぐらい行きたいのか、多分向こうのあれですね、磯塚行きの急行との接続もしてってことなんでしょうね。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は平田町駅。だいぶ期待できてますよね。もう言うて奈良からずっと特急使ってませんからね。はい、平田町に来ましたよ。さっくり終わらせますよ、ね、もうつい最近来たばっかしですから何も紹介するとかありませんからね、じっくり1時間ぐらいやりましたもんね、以前の動画で。はい、ね、折り返してね、一番乗ってくるようになってますね。もちろんですね。で、はい。そうですね。はい、ターミナル。よし。いいですね。あ、もう40分出るんや。とっとと折り返しましょう。